ち5本しかないんだわ。だからみんなあと2本だけ貸してくれん。皆さん指2本上げてましたね。7本。思ったより貸してくれるね、浜松の人は。まだ決勝決まらなかったね。決勝行くのは8月10日見てもらえればわかると思います。誰が新日本プロレスで一番強いか、誰が IWGP ヘビー級チャンピオンだ。ニュージャパンカップ取った、 IWGP 取った、 G1 から MAX 取って、またここ浜松アリーナに帰ってきます。俺が優勝すれば誰も G1 ロスになんてならないから、最高のエンディングを皆さんにお見せしますから。というわけで、3冠でまたここ浜松に帰ってきます。その時はここ浜松に帰るぞ。強かった、DB、ただ、IWGP ヘビー級チャンピオンとして2連敗するわけにはいかないでしょう。本当に申し訳ないことに、まだ決勝は決まってないんでね。負けなければ OK、 引き分けでも OK、 まあ次はもう僕の結果次第とかさ、他のはもう勝ち負け関係なく、まだイブス戦の引き分けでも OK なら、俺の方が気持ちは有利でしょう。ただね、チャンピオンが引き上げで終われて決勝行きますなんて、そんなダセーことねえよ。必ず勝って決勝行って優勝します。ニュージャパンカップ IWGP G1 クライマックス3冠をなります。